おめでとうございます。今シーズン初の両方すごかったですね。そうですね。今日は3本タイムです。そうですね。打点がつけたことは非常に嬉しいです。チャンスだから。それと今日は絶対打ちたいという部分もあったんじゃないですか。そうですね。今の試合も出なかったですし、チャンスも結構少しだったので、今日は打てたいと思いました。ピッチャーズが非常に大変でした。そういう中でやっぱり5番として助けたいという思いもあったじゃないですか。それはもう毎日思ってますね。という中でも大野さんのピッチング良い部分になりました。いや本当にもう勝ちをつけてあげたいというのが、まあ、そして110球の力投でした大野雄大投手です。大好きです。ありがとうございます。今日は何回もでいけるかなというふうに思って見ていたんですけれども、自分の中ではどんな思いだったんでしょう。まあ、昨日卒業の先発投手が大会で終わったので、その日は絶対に長いにも投げないといけないというプレッシャーもあったんですけど、なんとか味方がたくさん出るので、7回で投げることができました。そこからの1打点は大野さんタイムリーヒットがありました。打つ自信は全くなかったんですけど、監督が打ってこいと言ってくださったので、和田さんもゴロにならないように天井に打つつもりで打っていけるということで言ってくださったので、なんとか、はい、繋がってよかったです。そして細川さんのヒット見方ですよね。やっぱりピッチャーがこれで打つと繋がるっていうのは今まで僕もたくさん経験していたことですし、逆にやられたこともあったんですけど、そういう意味では大きな一点だったかなと、はい、思います。今日も立ち上がりから全力投球しました。どうだったでしょうか。最近ようやく自分の球が投げられるようになってきたので、はい、今後も初回から飛ばして自分のまっすぐを投げていけるようになっていきたいと思います。今日の勝利で大野さんのバッテリー力の通算50勝で迎えました。はい、本当に本当に本当ですし、僕は一番ね、もちろん大好きでして、今日もたくさんの皆さんの前で50勝目挙げられてすごく嬉しいです。それからどんどん勝っていってくれますよね。はい、まずは51勝目、ここでの51勝目をね、また投げるときに、できるように頑張ります。さあ、そしてどんどん勝っていきます。5番、細川さん、これで5カード目のクラブを勝ち越したということになりました。この後も受け取れますね。そうですね、明後日からも、打って出るように守りたいと思います。明後日からも、頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、今日も、大きな声援、皆さんありがとうございました。期待に応えられるようにもともと頑張ってよく打っていきますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました
月の大野雄大選手には飛騨牛肉の PH から賞金投手賞、細川選手、大野雄大選手には中国料理機関地から京都機関地ヒーロー賞、高橋周平選手には静岡フランドメロンからナイスプレー賞、細川選手には広島塩菜堂からナイスバッティング賞、ライデル・マリネリス選手には和牛焼肉聖から MVP 賞、ドラゴンズには JA 南信州から勝利チーム賞、またこの試合では東海ラジオ初ナイターの提供スポンサー愛称弁 JA 山郷牛ハイボール文字の保健施設福の里福の里長野亭総合ビルサービスの大勢未来パレットグループオリエンタルグループ産業アームのスターキャット光欧州建設平井のもみ